あたご神社境内から望むヨブ漁港の全景ヨブコ朝市通り、ヨブ漁港ヨブの以下星ヨブバス乗り場級ヨブフェリーターミナルヨブ町は佐賀県の最北部にあった町。2005年1月1日に唐津市と東松浦郡の八市町村で合併し、唐津市ヨブ町となった。漁業が盛んで新鮮な海産物とヨブコの朝市で知られ、観光客も多い。 夏には、呼ぶ子大綱引きが行われ、町全体が賑わう。気候は、玄海灘からの北風の影響により、夏は、比較的涼しい。東松浦半島の北部に位置しており、南は、旧鎮西町と接する。北は、玄海灘に面し、沿岸は、リアス式海岸になっている。呼ぶ子港のすぐ前に位置する壁島とは、呼ぶ子を橋開通によって結ばれている。 沿岸部は限界国定公園に指定されている。予ぶ湖町内に鉄道路線はない。唐津市の虹の松原駅から東町までの国鉄予ぶ湖線の計画があり、ほぼ全線にわたり、トンネル、高架橋などの工事は完了していたが、唐津市街地での用地取得に時間がかかっているうちに、国鉄の経営が悪化、国鉄再建法の施行の影響により工事が中断された。 最寄り駅は JR 唐津線の西唐津駅。呼子町内の路線バスは昭和自動車が運行する。一般路線バス、唐津市中心部の唐津大手口バスセンターと呼子町内を結ぶ路線バスがある。内陸部の鎮西町、岩野地区を経由する便と海岸部の港地区を経由する便がある。町中心部のやや南側に呼子バスのリバが設けられている。 中心近くの呼ぶ子大場港プラザ発着、壁島発着、鳩岬発着がある。いずれも西唐津駅を経由する。高速路線上述の一般路線バスで唐津大手口まで行き、高速バスから都合あるいは途中の西唐津駅で JR に乗り継げば、天神、博多駅まで行ける。高速道路はなし。一般国道国道204号が、町域中央部を通り、 東西に伸びる。国道382号が、町域中央部で、国道204号から分岐し、北側の海岸部に伸びる。国道382号は、海岸部から海上を経て、行き、姉妹と伸びる、海上国道である。県道佐賀県道47号悲善呼ぶ湖線が、町域中央部から南側に伸びる、クジラグミッシュ中岡屋敷。ありがとうございます。